はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エルティブログです。私たちはドイツに行っていろいろ終わりいろいろ終わりいろいろありましたよ。カルチャーショックいろいろ感じておりますね。違うところがあれば私も逆カルチャーショックになって日本に慣れすぎて、ドイツそんな感じだったよねみたいな感じがあるし、タカが日本人の立場から見てドイツやばいみたいなレベルじゃないよね。そんなレベルではないけどよかったでもやっぱ日本とドイツ比べると全然違う部分もあるし、やっぱ一緒の部分もあるしね。で今日はそのタカがびっくりしたこととか、あとはレナが日本人になってしまってるのでドイツに帰ってきて逆カルチャーショック的に感じているようなこと、そんなところをいろいろとシェアしていきたいなと思います。ではまずドイツの食事から。あ、そう、うん、ま、美味しいということだね。まあ美味しい、びっくりしますね。そう、びっくりするぐらいドイツの料理は美味しいです。ビールも美味しいで、ちなみに味は濃いです。そう、名古屋みたいな感じ。名古屋と同じか名古屋より濃いぐらい。そう、だいぶ濃いそうかな。薄味が好きな人とかはドイツ来るとうわ辛っとかなっちゃうと思います、うん、あります、ね、びっくりするところで言うと、まあ、よく言われるところだけどボリューム多いです。あ、ワンプレートのボリュームがめちゃくちゃ多い。なんか、ね、何をとっても大きいんだよね、まあ、ご飯も多いし飲み物のカップもでかいしビールのジョッキもでかいのよね、基本的に、ね、まあね、そうだね。逆に、うん、日本のボリューム全部小さいかもしれないよ。ちっちゃい日本だと小鉢とかこんぐらい一口で終わったらそうだよなるようなちっちゃいのもあるじゃん、うんうん、で、あとはジャガイモが多い。何を頼んでも大体クヌーデルっていうジャガイモのなんかね餅みたいなジャガイモがあるんだけど、うん、それがドイツのプレートに乗ってて、まあ、それとお肉食べたりとか、うん、それとポテト食べたりとかそれと何、それとポテトはポテトにポテトだよバカで、マッシュポテトがついてる時もあればフライドポテトがついてる時もあるんだけど、ポテトサラダがついてる、基本ポテトポテトポテトだからお腹にガス溜まる、おなら出まくります。ビールじゃないの、チーズとかも多い。ビールのせいもあるかもしれない。めっちゃチーズを食べたよ。チーズの量もあるかもしれない、うん、基本おならがよく出るしそれはトゥーマッチインフォメーションだよ。誰も知りたくない。レナさんもそうだけど夜寝てる間におならしまくりますし2人でで、おならが臭いちょっと次のトピック、はい、いきましょう。あとドイツのレストランで基本的にウォーター頼むと炭酸水が出てくることが多い。無料の飲み物一切ない。お茶でも水でも何でも払わなきゃいけないから。だってこっち普通に 500ml の水もらおうとしたら2ユーロとか3ユーロするね、レストランで飲んだら。水だよ水瓶のボトルがハローマママッセン Das ist kein Tee, geht zum Essen. Ja, sagen wir gerade schon. 何？同じこと言ってきましたよ。で、ドイツのお水って飲めるんですよ、水道水。飲めます。で、日本のお水より美味しくて、実は。カビキとか入ってないから、そう、レストランでタップウォーターくださいって言えばいいんじゃないの？いや、すっごい嫌がるよ。あ、そうなの。こいつらケチだなって。あんまりやれないと思う。じゃあ皆さん、それはちょっと非常識な感じになっちゃうんで、まあ、レストラン行ったらお金払って水を頼むようにしてください。あとチップもちゃんと払ってください。うん、大体 10% が、まあ 15% ぐらいかな。いや、え、そんないらない。アメリカだと 20% じゃん。いや、アメリカは病気だよじゃあドイツ来た時は 10% でいいらしいので、うん、まあ満足したら 15%、満足しなかったら 5% とか、うん、なんか私はなんかだいぶ忘れてるよ、チップを出すのが。そうだよ、後で気づくあ、さっきチップ忘れたとか言って店員さん多分ね、なんだこいつらと思ってると思うよ、チップ置かずに。ごめんなさいドイツ人の店員さん次のテーマはトイレにしましょう。トイレはいっぱいあります。もう私もめっちゃ逆カルチャーショックで、うん、もう座ったらビビるほど冷たいので特に冬ね今トイレ行った瞬間こうヒーッそうだよ俺よくレストランのトイレ行ってヒーッて言ってるからね超寒いからね。で忘れがちなのでもう普通に座ってうわでレナの家はトイレにシールが貼ってあるから、うん、日本から持ってきて貼ってあるからいいんだけど、レストランとか行ってトイレ行くとも地獄。まずパブリックトイレが全くないし、トイレは困りますよ。そう、続いて家とか意外と違います、うん、特に俺が感じるのは照明が全然違う。照明？照明、あのライト、あ、ライティング。ああ、そうだね、ドイツって間接照明めちゃくちゃ多い。だから暗い。あれ一切ないよ、あの日本の
あのリビングとかの上についてる LED か、うん、あの明るさのライトってほとんどないんですよこっち。あで電気をつけない人めっちゃ多いよね。そう暗いままでなんか部屋に座ってる。そうそうそうマジでママが消したりする。日が暮れるともう真っ暗になるんですよ家の中が。こういう、まあ、ろうそく、うん、ろうそくをちょろちょろちょろってつけて、あとこういうところにある、まあ、間接照明的なちっちゃいやつピッてつけて終わりだからマジで薄暗いっていう。なんかホテルみたいな感じ。あそう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 。おしゃれなんだけど、なんでこんなに間接照明が多いんだろうね。なんで逆に日本はさあんなリビングとかさ明るくするんだろうね。何の違いがあるのか分かんないんだけど、私も理由が分かんないけど。でろうそくが使われるのがドイツに地震がないから別に危なくないで、家もだいたい木でできてないから、うん、そこまで日本みたいに危なくないので、もうどこの人でもろうそくを使ってる。理由としてあるかもね。そうだよ。でもそれこそ俺が子供の時によく台風とか来て停電してたのよ。もう20年30年前とか、うん、今ってほとんど停電することないじゃん日本で。台風来ても、うん、見たでも俺が子供の時ってよく停電してて、その時はろうそく作ってた。あそうなの。うん、夜シャワー浴びる時にろうそくつけてシャワー浴びてたりとか。やば、まあ、あと懐中電灯は使うけどもちろんでしょ。うん、でも懐中電灯の電池も切れるじゃん、うん、だって一回電気落ちると次の日の朝までとか復活しないの昔の日本。うーん、そうだ。からそうするとろうそく持ってきてろうそくつけたりとかしてた。まあ今は全然しないけどね。皆さんも多分経験あると思う。インテリアじゃなくて災害時インテリア用じゃなくて災害の時のろうそくって感じだ日本は。そうなんだ。ちなみに最近電車に乗ったでしょ、うん、あ、乗りました。大体うまくいきましたよね今回は。うん、それでもなんかいろいろうまくいかなかったということで。でも基本的にはうまくいかないからねドイツの電車もうやばいよ。とりあえずオンタイムではないし、うん、でなんか違うプラットフォームに出発するとか、そんな日常茶飯事もう本当に逆カルチャーショックだよ私は。でアナウンスとか全くないからね。そうで日本との違いとかで言うと、まあ日本もさ電車遅れることはあるじゃん。ない。え？あるよ。もう人身事故とかさ100本に1本がそのなんか事故した時とかは電車遅れるじゃん。 あった、まあ、その場合はなんか1時間とか2時間とか遅れるからまたちょっと話が変わってくるけど、うん、でもなんか日本の場合もちょっと自転車が遅れたりして、でそうするとさコネクションのこっちの電車も合わせて出発を合わせてくれたりするじゃん。これがついてからこっちも出るようにこっちが待っててくれたりとか、うんうん、でもドイツでそういうことないじゃん。ない。これが遅れてもさこいつはさ時間通りに出発するからささよならだからドイツ国内とかヨーロッパ国内を旅行する人でいうと、うん、あんまりコネクション変えて電車を乗り換えるとかしない方がいいと思います。そう、こっからここに行きたいと思ったらダイレクトで行ける電車を探して乗った方がいいです。途中でここで乗り換えた方が30分早くなるからこっちの乗り換えで行こうとか考えると結局1時間半2時間遅れて着くことになるんでコネクションなくて。そう、ちなみに電車はもうちょっとびっくりしたことがあって、ヨーロッパの電車とか乗ってるとワンちゃんとか普通に乗ってくるんだよね。あ、はい、ペットが。あで自転車とかも普通にマウンテンバイクみたいなでっかいやつが普通に乗ってきたりするから超邪魔でしょ。そう、すごい邪魔日本だと多分電車に自転車って乗っけちゃダメだよね。ダメです。でワンちゃんもダメだよ、ペットも禁止だよね、ダメですね、多分ね。うん、そうだ、そこは全然日本とルールが違うというか。そうだよ。あとびっくりしたのはパーティー。パーティーがびっくりしたの。パーティー、そうパーティーが長い。え？パーティー始まったら長い。ドイツ友達のお誕生日会行ったじゃん、うんうん、1回、はい、でその時に昼の12時ぐらいにパーティーが始まったのね、うん、まあランチ食べ終わったら、まあ、3時とか4時に解散ってなるかと思ったら夜8時とか9時までやってるのよ夜ご飯出てくるんだ。そう、ドイツは家、人に家に呼ぶのが多いでしょ。多い多い多い。だからそういう違いもありますよね。ああそうだね。であとパーティーに呼ぶ人もちょっと日本と特徴が違ってて、うん、例えばレナがお誕生日会やりますってなるとするじゃん、うん、そうするとレナは女友達とか、まあ、男友達とか、まあ、いろいろいるから呼ぶよね、うんうん、そうすると例えばレナの女友達を呼んだらその彼氏も一緒に来るんだよね。ああそうだよ。そう、パートナーが一緒に来るのよ。そう、日本ってあんまその感覚ないじゃないですか。あーそうだね、結婚式も呼ばないし。そう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 。
例えば自分の男友達呼んだら、まあ、男友達だけが来るよね。その彼女とかは一緒に来ないじゃんね、うん、でもこっちのパーティーとかだと、まあ、自分のパートナーを一緒に連れてってそこで楽しむ。必ず一緒にね。そう、どのパーティーでも基本パートナーで来るもんね。そう、その文化はすごいいいと思うね。楽しいよね。そう、新しい人にも会えるし。そうだから社交的じゃないと劇的に辛いねドイツだと。ああ、日本人の人ってあんまり社交的な人が少なかったりするじゃん。なんか初めて会う人と人見知りであんま喋れないとかっていう人が多いと思うけど、そういう人がドイツで暮らそうと思うとちょっときつくなるかもしれない俺別にどこ行ってもさ別にいいけど、うん、まあ、ドイツ人がみんながみんな社交的なわけじゃないから、うん、まあ、もちろん人見知りの人もいるし、うん、でもそういう人もちゃんと来るんだよね、パートナーって一緒になってね、うん、それがすごいよね、うん、日本人だったら多分社交的じゃない人はいや俺やめとくわって行くのやめちゃうと思うけど、そうそうそう、うん、っていうのはパーティーは、まあ、大きい規模が大きいし、まあ、時間も長いしがパートナーで来るみたいな感じで日本とちょっと違ったりします。あと皆さん知ってましたか、ドイツの道路といえばアウトバーン。あ、はい。でアウトバーンが速度無制限、まあどんだけ出してもいいっていうのは有名じゃん、世界的に。まあ日本でも有名だと思うんですけど、うん、もう一つあってアウトバーンって無料なんですよ。そうだよ。そうだからドイツから例えばフランスまで行くとかイタリアまで行くとか、うん、オーストリアまで行くとか。オーストラリアまで行くのすごいね。オーストリアまで行くとかあっても無料なんですよ、道路代。まあそう、いやそれ違うよ、オーストリアに入ってから払わなきゃいけないよ。あ、ドイツ国内が無料ってこと？高速道路。あ、他の国は有料なんだ。そうだよ。あ、でもそう思うとドイツってなんで無料なんだろうね、アウトバーンは。お金取ればいいのね。あの車のタックスが高い。あ、重量税とか、うん、車を持つお金が高いんだ。そう。あ、じゃあそこでバランスしてんだ。道路代は安いけど車の保有する税金が高いっていう。イエス。200キロとかで走ってても後ろから煽られたりするから、うんうんうん、なんか異次元な世界だよね。そう、230キロで左側で走ったら、うん、250キロの車後ろから来て、ビリ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 、いけいけいけみたいな。しかも煽り方も尋常じゃない。本当に車の5メートルとか後ろまでピタってつくのよ。あのスピードです。超危ない。200キロ以上で走ってんだよ。5メートルでくっついてくんだよ。マジで怖いからね。何考えてんのって思うよね。普通に事故ると思いますよ、はい、一回旅行行った時も事故ったよね、反対車線で。でちょっとお酒を飲んでもいいし。そう500ml の瓶ぐらいだったら1本飲んでも飲酒運転にならないんで、こっちでは。 そこもカルチャーショックだよ、ね、日本はちょっとでも飲んだら罰金30万とか40万とか。30万いくらなんだ今飲酒運転の罰金って。いくら、やっば、ちょっと調べようか。お、酒気帯び運転で3年以下の懲役も多分50万円以下の罰金。日本では絶対飲酒運転ダメです。やめた方がいい。50万円でもこちらでは飲酒運転 OK です。いや、飲酒運転 OK と言ってほしくないな。ビール1本分ぐらいだったらまあギリギリセーフ。まあ人によるかな。でもそれも、うん、ちなみにタカの一番好きなドイツ語は何？出発やがでしょうね。出発やがん、皆さん分かりますか？出発やがん、分からん、まあ、私たちの動画ってだいぶ見てる人分かるかもしれない。分かると思います。レナのママが大好きな出発やがん。散歩です。本当に散歩多い。もうドイツ人はとりあえず外で時間を過ごすのが大好きです、うん、そう、出発やがんをするだけじゃなくて、とりあえず雨が降ってなければ、うん、できるだけ外で時間を過ごすのがドイツ人が好きです。そうなんだよね。日本人からすると考えられないんだけど、寒いから中入ろうぜとか、うん、こんな寒い中散歩行くのみたいな。どれだけ寒くてもどれだけ暑くても、確かに外全然違うね、そこはね。散歩カルチャーショック、これが一番のカルチャーショックです。そうかな。レナの家に来ると基本的に1日1回ぐらいママがはい、出発やがん行くよって。俺またって。まあ一緒に行くんだけどね。しょうがないな。そう、しょうがなくついてくるんだけど。ね、皆さんはシュパツィーガン好きですか？この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。バイバイ。